痛い痛いっすね、大きな声でこの辺も聞こえ、皆さんも聞こえたんじゃないですか。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、札幌南区の会社員、鈴木来希容疑者です。鈴木容疑者は午前0時半ごろ、自宅近くの路上で30代の男性を乗用車で跳ねて怪我をさせ、そのまま逃走した疑いが持たれています。男性は当時現場で顔などから血を流し倒れた状態で見つかり、骨盤を折るなど重傷です。事件後、鈴木容疑者の自宅横で乗用車が押収されていて、調べに鈴木容疑者は何も言いたくありませんと話しています。鈴木容疑者と男性は帰宅途中だったとみられ、警察が詳しく調べています。